旅と一緒に強くなってくぜって思ってたけど最近の内容だとそろそろ用語きついです。相変わらず攻撃のアイデアを書いて、来シーズンも欧州でチャリじゃ勝てないから契約延長とか狂気の沙汰。ビビるくらい思んなかった。DAZN が8分もハイライト作れるか心配なレベル。木登り3人組すごいな。誰も木登り触れてなくて草。ハイバルサの試合なんて興味もない。さっきのクーマン政権の時くらいつまらなかった。チャビ擁護派はいつまで耐えられるかな。開始10分前後は見てたがやめて正解。木登りしてるやつの安定感、体感強すぎる。無理だとは思うけど、ペドリとフレンキーの代わりを担える人間を探して連れてきてくれ。貴重な日曜の夜にクソ試合見せんなゴミ。損したわ、雑魚戦レバジジー練習でしか決めれないのか。欧州でも通用しない4レイクラブ誰が応援してるん？さすがにリーグ優勝はできるだろ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Thank you.